バリオ LF2 は、チェコのコンソーシアムである、アライアンス TW が展開する、2車体連接構造を有する路面電車車両である。チェコのプラゴイメックス、クルノフ修理機械工場、VKV プラハの3車によるコンソーシアムである、アライアンス TW が展開する、路面電車車両の一つ。片運転台式の2車体連接車で、連接部分を除いた車体中央部。 車内全体の43%は床上高さ 350mm の低床構造となっている。主電動機は誘導電動機が用いられており、拡大車に2機搭載されている。また、制御装置として t b e b u ロパルスが採用されているほか、診断用にマイクロプロセッサを使ったセクムが導入されており、これらの機器は屋根状に設置されている。バリオ LF には、 顧客の要望に応じ、以下の車種が展開されている。2021年現在、バリオ LF2 が使用されている路面電車路線は以下の通りである。その内ブルの市電では連結運転も行われている。ありがとうございます。